ダートに出てくる謎の馬娘、に対するみんなの反応、ダートに出てくる謎のおっぱい、うお。でっけ、たまにこいかつでふざけて作ったようなロケットおっぱいいるよね。ダートはモブの幅も狭めなので割と同じメンツが出てくる。よくゴールしたファルコの後ろをとぼとぼブルンブルンしながら走ってるやつ。シンプトンダッシュちゃん生で見たいけど芝ランダム枠だからなかなか会えない。諦めて結果見るといたりする。何度も言ってるけどモブ育成モードクレチムレやちゃん見で使用不可でいいから、わかる自分だけのモブ娘を育成して G1 取らせてあげたいよね。難易度高くてもいいから、モブでも育成したい子が多すぎる。む、よし、モブ全部で600人くらいらしいけどいつか実況ボイス実装してほしい。ホープフル S を制したのはキングヘイロー。2着は5番。は最初シュールだなくらいで見てたけどだんだんかわいそうになってきたな。ルームマッチで気軽にモブを眺められるようになったのはいい。あいつらやけに緑スキル持ってるのとパワー賢さが高めで競り合いに特化してやがる。でっか、俺唯一無二好き。すごいニッチな需要がありそうなやつ。モブ馬一番人気ブリッジコンプです。実はライブのランダム呼び出しで召喚できる数百のうちから一人とかそんなレベルだけど全員別扱いだ。モブ娘って、なんかいいよね。可愛いモブにやたらと心惹かれる現象って何なんだろうね。こいつの良さ俺しか分かってないんだよな。まとな感じに近しいかも。実装済み馬娘でも、模擬レースでは散々で、あいつはダメだな、と見向きもされてないところから、トレーナーのアドバイスを受けて汚名返上。そこから担当が決まる流れの子もいるし、モブ馬とモブトレの間にも二人だけの何かがあるんだろうな。俺もモブに過ぎないのだろうな。メイクデビューの指差し確認好き。モブは完全にオリジナルのモブキャラならもっと気軽に扱えたかもだけど生実家現実の馬に対応してる馬がいるからちょっとめんどくさいことにはなってる感ある。最初はモブもモデリングに力入れてたけど増やしていくうちに不毛だと思ったんかね。増やしすぎでは、複数パターンを組み合わせてるだけだぞ。だから組み合わせ次第で受けのいい顔悪い顔ができるってだけ。モブ娘の育成モードは欲しい。普段育成してる子たちがシャレにならんくらい強いんだろうな。モブの勝負服えらい凝ってる娘多いよな。育てたい勝負一切抜きにして完全な自己満足でも育成すれば骨休めにもなるし、やりたいなモブ育成モード。モブって言うけど、トレセン学園にいる時点でかなりのエリート馬娘だよね。少なくともレースに出てきてる子は全員マーチ含む笠松の連中より上だからな。そやブラッキーエールも地方の砂遊びは脳幹っていうわ。トレセン、中央、デビュー組にアイコールプロ野球選手だからね。そや笠松、にアイコール独立リーグ、から見たら雲の上よ。そんな地方から見れば優秀な馬娘たちもトレセンの中に入ればただのモブ扱いになるってのが勝負の世界の恐ろしいところよ。育成うららを育てたトレーナーが希望の星にされてそう。フローズンスカイちゃん、逃げ品ばいいぞ。一番人気はマスクしたモブ娘だろ。何百人もいると、実は誰にも知られていないモブ馬娘の一人や二人いるんじゃないかと思えてならない。モブ娘最下はネレイドランデブーちゃんです。適性も高くて D。でも伸びずスキルもなし、結果未勝利戦難戦してもなかなか勝てない。みたいなモブ娘で一勝でもできれば最近忘れてしまった勝利の味を思い出せるかもしれないな。アシケでケミカルウォッシュちゃんとかいるがセンス良すぎる。他ゲーでもたまにめっちゃ可愛いモブがおると、密かに担当スタッフが好みのモブを作ってるんかな。って思う時がある。スクフェスとかでモブキャラ使うやつわらわらわかる。モブ育成は全てのステータスが G の1からスタートと思ってる。そうじゃなきゃモブのトレーナーどういう育成しとるねん。初期捨ては最高80台で全成長補正20サポカーアルムとツノミとか、初期捨て初期適性より低いうららがレースにたまに出てくる。どうやって育成したんだろう。多分操作トレーナーが超エリートなんだと思う。他のトレーナーは多分サポカデッキなしで育成だぞ。わら、そのうちラブライブの同好会みたいに人気のモブは育成できるようになりそう。モブ娘は可愛いが馬娘は基本史実があってこそだからな。試しに名前知らないクラスの競走馬の戦績覗いてみると結構絶望する。勝負の世界は残酷なんだなって。みんなが知ってる名馬でもその子供は未勝利とか一勝止まりとかザラにいるしな。まずみんなが知ってる名馬がそれに準ずるクラスじゃないと守護馬になれんしね。この子らにも専属トレーナーついてるのかな。何人か牛娘混じってるかもしれない。バーニングビーフちゃん実装って。